ここどこ？これまた見たことない場所に出てきたね。なんか聞こえてくる。何の音だろう？It appears you have entered the Somnasculpt diagnostic framework. Patients do not have access to this dream. つまりゲームで言うとデバッグルームに入り込んだような状態ってことかな？何の音？なんか今すごい音が。これよく見たら扉の先に空間が広がってるね。Unrealistic use of dream objects may result in dream integrity fail states. 設置するたびに部屋全体が振動してる。どんな質量だよこれ。なになになに？またとんでもない音と振動が。この部屋、崩れたりしないよね。扉を通ったら同じ部屋に出た。つまり今掴んで大きくしたのはこの部屋自体ってこと？どういう構造だよ。さっきまであった壁が取り払われてる。オブジェクトを通り抜けたのが影響したのかな。ってことはこれを小さくしてから通り抜けたら。サイズに合わせて自分も小さくなるね。これは前々回のパートの内容か。で、この部屋はどうやって抜け出せばいいんだろう。とりあえずいろいろと試していくしかないかな。なんだ今の。看板を内側から突き抜けるとめちゃくちゃ上に飛び上がるね。さすがにこれはただのバグっぽいね。そういえば、これを持ったまま扉を通り抜けたらどうなるんだろう？確かに、オブジェクト通り抜け禁止の扉じゃないからできそうだね。何が起きた？Please paradox from creating any refrains. Explosive dream overload. May result. Please paradox overload. これもしかして思ってたよりもやばい？明らかにヤバそうな雰囲気しかしない。爆発って。視界が霞んでいく。うわぁ。ここは？明らかにこれまでの夢の世界とは雰囲気が違う。なんというか、すごく神秘的だね。うわぁ。すごい。雰囲気だけで圧倒されそうになるね。多分扉を出た正面が進路だと思うけど、反対側が気になる。この先には一体何が？何もありませんでした。
無駄に2分くらい歩いてただけっていうね。え、うわ。ちょ、また。あ、ラジカセ。こんなわけのわからない世界でも博士は話せるのか。 Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and many years ago, I had a dream. I found myself in a place where I understood that each of us begins as nothing, where everything I perceived was shaped by seeing it exactly the way I wanted to. White space.なんだかよくわからない話が始まりましたね。うさんくさい新興宗教の教祖か何か？雨か。雨の音って、なぜだか心が安らぐよね。こっちには特に何もないか。うわ。あ、消火器。こんな世界にもあるんですね。で、これはどこに進めばいいんだ？それにしても、本当にすごいなこれ。え、なんだこれ。めっちゃ気になる。残念、行き止まりでした。そのまま上に登っていけたりしたら面白かったんだけど。あれ？あ、これ掴めるじゃん。めっちゃ綺麗な二度見したね今。But in white space, I also faced the greatest challenge I could imagine. Because with a lifetime of life itself behind me, and all of the weight that it carried,I realized that seeing things the way I wanted to was not as easy as it used to be.
これまでの人生の積み重ねが視野や想像力を狭くする。これは確かに感じるところがありますね。年齢を重ねていくほど常識という鎖に縛られていくんだよね。幼少の頃の方が柔軟で自由な発想ができてたと思います。おっと。また場所が変わったね。あれ？登れないね。特に掴めたりはしないか。ってことはこっちに何かがあるはず。お。ここ、通り抜けられたのか。うん、こっち側からなら登れるね。任天堂スイッチ？確かに同じような配色してるけども。おっと？これは、同じ場所に戻ってきたね。もう一回試してみよう。やっぱり同じ場所だ。特に窓とかをつかめる様子はないか。ということはおそらく。うん、やっぱりね。さっきの階段と同じような感じか。お、扉あった。これは、何かの町？You're well beyond dreaming now, and further out than anyone has ever come back from. But we hope that you won't get discouraged. After all, if this is a place of pure perspective, isn't it also a place where a different point of view could make anything possible? Isn't that why you came here?いや、無責任すぎるだろ。悟りの領域に達した時ってこういう感覚なんだろうか。これはもう二度と現実世界には戻れないかもわからんね。これまたなかなか幻想的な風景が広がってるな。雪山みたいな雰囲気だね。先に進む前に少し周辺を見て回ってみようか。お、なんだこれ。あっちにもあるね。壁紙？パート2で探索した夢の世界のやつかな。他に面白そうなものは見つかりませんでした。それじゃあ、先に進みましょうか。あ、こっちじゃない。これは、チェスの駒が2つと、チェス盤みたいな模様の床だね。あら、戻ってきた。あ。なるほど、そういうことか。ちょっと確かめてみよう。うん、やっぱりそうだね。
要するに駒を置いた部分だけ歩けるようになる感じか。それさえわかればあとは簡単だね。サクサク行きましょう。ふむ、ブロックが一つあるけどこれだけじゃあの扉には届かないね。あれ、ここは通れないのか。お、ブロックはここ通れるのか。っていうか、置いたら自分も通れるようになったね。さっきのチェスの駒と似たような感じで、ブロックのあるなしで当たり判定が変わるのかな。お、チーズ発見。これを持っていけば扉は通れそうだけど、その前に一つ試したいことが。あれ？ジャンプしようとしてるんだけどできないね。これ、もしかして天井あるのか。上に何かないかなって思ったけど、この感じだと何もなさそうだね。よし。おお、なんかすごい構造してる。これは下に降りていけばいいのかな。うわ、目が。これはちょっときつい。あれ、アラームの音が聞こえるね。おお、こんなところに。My name is Dr. Glenn Pierce, and by now, you may have realized that all of this has happened exactly the way it was supposed to. You see, everyone who comes to the Institute does so because they feel that they are no longer in control of something important to them. But more often than not,The problem is not that the problems we face can't be solved. The problem is that we become so afraid of failure that we refuse to see our problems from a new perspective. And so, we do the same things again and again
again. And therein, of course, we find exactly the failure we were looking for. First, you thought outside the box, and you overcame them. Because you saw things from every angle, you understood them for what they really were. Because you kept moving forward, no matter how far off the path you were told you were headed, or how unexpected it became, you found your way. Of you will say that none of this was real, so how could it have really meant anything? But just like the power of perspective itself, it will have been as real as you believed it to be. All you've got to do is wait. すべてはピアーズ博士の思惑通りだったわけですね。見事にしてやられました。失敗を恐れて新しい視点から問題を見ようとしない。それこそが問題であると。物事を別の視点から見ることの大切さを改めて実感させられました。なかなか憎い演出をしてくれるじゃないか。ということで、スーパーリミナル初見プレイは今回で終了になります。ここまでのご視聴、本当にありがとうございました。予想を裏切る展開の連続で、私としては遊んでいてとても楽しかったです。プレイ中に何度も酔いましたけどね。他のゲームでは 3D 酔いなんてほとんどしないんだけど、このゲームは相当きついです。もし今からプレイする方がいたら、こまめに休憩を取りながら遊ぶことをお勧めします。それでは、私たちはこの辺りで失礼します。またどこかでお会いしましょう。バイバイ。